根のようにふわふわと飛んでふわふわと昇格していく、まあ、ふわふわした若者が増えるゲームになっております。おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今回は iPhone のパイロッターっていったアプリのね紹介実況していきたいと思います。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。でこのゲームなんですけれども、すごく難しいんですけど、 BGM がめちゃくちゃ良くてね、鳥の声とか風の音とかが入っていてすっげーテンション上がります。ということでやっていきます。とりあえずチュートリアルがね終わったとこなんで、ですね、まあ、僕は主人公であるねパイロッターを操作して様々なミッションをこなしていくっていったようなゲームとなっております。この真ん中に立ってるのがパイロッターですね、てかパイロットですね。画面の左側をタップすることで、ブースト、右方向へのブースト、逆に右側をタップすることで左方向へのブーストが行えます。試しにやってみましょう。こんな感じ、右をタップすると、まあ、右側から噴出するから左に回転しますよね。左をタップすると左とあとは下からブーストされるので、右に回転しつつ上にも行けるといったようなね形となっております。すげえ難しいんですよこのゲーム。さあ着地できるか。無事に着地できましたね、よかったよかった。さあというところでね、今このふよふよ浮いているものがミッションとなっておりますので、ミッションもやっていきましょう。木箱の上に着地する。さあこうやってねさまざまなミッションがございまして、お、なんとかね木箱の上に着地することができました、よかったですね。さあこうやってねさまざまなミッションをこなしつつ2秒以上飛んで着地する、昇格していくっていうね、まあなんかまるで本当にその、まあ、軍隊のようなね昇格があるので、どんどん昇格していくといったようなゲームとなっております。2秒間の飛行を達成しました。めちゃくちゃ面白いですよこのゲーム、超面白い。で意外と難しい、もうね超簡単にやってるかと思いきや意外と難しい。さあ後方宙返りをして着地する、なるほど、行きましょう。後方宙返り結構高く飛んでからの方がいいかな。 OK、 あだ着地するだけ、着地するだけだけど着地がまたこれが難しい。 OK、 こんなようなゲームとなっております。さあ次ですね、5秒以上飛んでから着地、もうこれは余裕ですよ。オッケー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 、着地したい、おーぶねー、おっと大丈夫か、着地後に死んだけど大丈夫か。オッケーならしいですね。ジェットパックの社会影響を懸念する政府大統領、ふわふわと浮ついた若者が増えるのでは。うん、ジェットパックの社会影響を懸念する、あはい分かりました、さっき教えていただきました、大丈夫です。あやべ死んだ、こういう風になります。ちょっと待って、ジェットパックだけ生きてる。本当にですね操作が結構難しくて、おいしょ。さあ新聞販売機の上に着地、オッケー、これはいける、ほいと、オッケーオッケー、サクサク進んでいきますね。新聞に乗ろう達成、おいおいおい。さあミッション、前方宙返りをして着地、余裕そうですねこれぐらいは。結構高くね上がってからの方がいいと思うんですよね。 OK、 あとは着地するだけ、おいしょと、うわ着地できなかった。これでくるりと回ってですね、ふわっと OK。 いやめちゃくちゃ楽しい、めちゃくちゃ楽しいですよ。すごいねこの繊細なタッチがいるんですけど、まあ、なんて言うんですか、このめちゃくちゃこの幻想的な風景で、いい BGM とかね、この風の音、鳥の音が聞こえていて、すっげえ楽しい。めちゃくちゃなんかやりがいがあるじゃないですけど、なんか、自分がパイロットになってるからすごいですね。難しいがゆえに。天涯駆け上るを達成しました。ただね、結構スムーズに達成できてますね。慣れてきたかな、おっと慣れてきたって言ってすぐ死ぬ。10秒以上飛んでから着地、これもいけるでしょう。秒数に関してはね、まあ、ただ高く飛んだらもうそれだけでクリア感あるんで、ほいっと、待って下が水だ、 OK、 どんどんいけますね、はいはいはい、ほいっと、
6秒以内にアイスクリーム屋の上に着地。オッケー行くぜ。やべ、ミスった。難しいな。オッケー、危なかった。結構ギリギリでしたね。4秒33。はい、これは前方宙返りをしてホットドッグ屋の上に着地する。なるほど、了解です。すぐ右のあの黄色と赤のね、ブースのところですね。前方宙返り、オッケー。あとはホットドッグ屋の上に着地するだけ。完璧ですね。オッケー、いい感じ。待って、めちゃくちゃ楽しいんだけど。ステラスターステラースターライト、ステラスターライトのスタントはステラスターライトのスタントにひ、ちょっと待って、これことわざか。ステラスターライトのスタント飛行に街は騒然。オッケー、ステラスターライトのスタント飛行に街は騒然としているそうですね。さあ行きましょう。後ろの方に指令があるぞ。ほいっと起き上がって、8秒以内にフープをすべてくぐり抜けて着地。え、むずくね。あ、余裕だった。着地してなくね、これ。起き上がれ。オッケー。地面に横たう芋虫みたいになってたぞ。5秒以内に時計の上に着地する。オッケー、マックスだろ。ジャスト・モーメント・プリーズ。超難しい。あとちょっと、難しい、マジで。え、ダメだよね。さあ、難しい。ちょっと待って、マジで難しいよこれ。高く飛びすぎかな。あとちょっと、おー、頑張れ。うわ、立てたけど時間以内じゃないか。これでどう？いや、難しかった、マジで。時間ぴったりを達成しました。危なかった。さあお次、雲の上を飛び後方宙返りを3回して着地。こういうのだったらいけますよ。時間制限さえなければワンチャンいける。てか、いける。さあ、高く飛んで高く飛んで後方宙返りを3回。オッケー、オッケー、ホイト。さあさあ、どんどんやっていきましょう。本当にね、 BGM がめちゃくちゃいいで、雰囲気がめちゃくちゃいい。すごいなんかね、やってて癒されますね。めちゃくちゃ難しいんですけど、めちゃくちゃ癒される。前方宙返り2回して噴水の上に着地する。さまざまなミッションがね、これサクサクできるのもいいですよね。ミッションを受けるまでがサクサクできるので。さあ、あとは噴水の上に着地するだけ。おっとおっと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 。ホワイト、膝今グーニャになってくる。大丈夫か。ステラスターライトの度重なるクラッシュにジェットパックを危険視する風超ジェットパックの撲滅協会の結成。まあそら、こんなもんが街中飛んでたら危ないわ。うん、今死んだし彼は。どっせい。7秒以内にフープをすべてくぐり抜けて歩道橋の上に着地。了解です。ちょっと待って、もう一回やらせて。間違えた。おお、難しい。フープくぐろうって考えない方がいいかも。普通に飛んで普通に着地。 OKOKOK。 あんまりね、横移動しようとすると落ちますね。これパイロッターの文字を集めて着地。了解です。あー、いい。おっと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 。いや、落ち着け落ち着け、いけるいけるいける。ローたたたた。あ、ほいた。オーマイガー、落ちるんかい、そこで。ちょっと過信しすぎましたね。あ、ただ今度のパイロットはスムーズだぞ。これでオッケー。よしよしよし、いい感じ。飛行隊長に昇格。パイロットの名を手にを達成しましたね。無事に飛行訓練生から飛行隊長に昇格することができました。って言ったようにね、こんなようにふわふわと飛んでふわふわと昇格していく、ふわふわした若者が増えるゲームになっております。ステラスターライトがエリア湖のほとりに立ち入り許可。ほう、ああなるほどね。ちょっと待って、新しいエリアに行けるようになったってことですね。ただまだこのマップにありますよね、これ。10秒以内にフープをすべてくぐり抜けて着地。了解です。さあやりましょう。もう一回やらせて。
おお、2個目のフープくぐってない判定、結構難しい。ちなみにね、左上にもう1回のループマークがあるので、いつでも簡単にお気軽にやり直すことができます。着地ろ、オッケー、神着地ということでね、無事に神着地を決めれたので、今回はここら辺までにしたいと思います。パイロッターいかがだったでしょうか。やっぱりね、こういうほんわかした雰囲気、まあちょっとなんて言うんですか、不思議な雰囲気が好きな人にはね、ぜひぜひおすすめしたいゲームとなっております。あともう一つはですね、レベルアップとかゲーム内のシステムではなく、自分自身のね、まあ技術といったところでゲームをどんどん進めていくのが好きな人ですね、そちらの方にも向いているゲームとなっております。本当に楽しいゲームですので、もしよろしかったらね、ワンコインせずに買えますよね。多分200円くらいで買えるゲームなので、まあね、お昼ご飯ちょっと我慢するとかね、ペットボトルのジュースちょっと我慢したら買えるゲームなので、もしよかったらね、買ってみてください。ペットボトルのジュースよりははるかに価値のあるゲームだということを保証いたします。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様のね、良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。